純大さんお疲れ、いっちゃんお疲れと、かわいい、ありがとう。でもお断りです。ありがとうございます。ハートもありがとう。こんばんは。ガトーショコラさん、花びら、トールさんお疲れ、しんいちさんお疲れ、カードリさんお疲れ、しんいちさんありがとう、スタンプ、マクールさん、いっちゃん、ハート、しんさん、花びら、としさん、ラブレター、マチェルさん、お断りです。しんいちさん、お断りです。大吉さん、かわいい、ありがとう。陣内さん、お団子、ありがとう。カズノシンさん、きれい、ありがとう。いっちゃん、陣内さん、花びら。メキヤくん、花びら。カズヤさん、お疲れ。カイちゃん、タコ、ありがとう。クロさん、お疲れ。トニーさん、花束。しんいちさん、コウジさん、いっちゃん、サワッチョさん、ソラソヨカさん、花びら。福ちゃんお疲れ、アルさん花びら、岡地屋さんお断りです。浩二さんハートありがとうございます。こんばんは。ダーソクさんハート、チンさん、マウナさん花びら、福ちゃん、キモさんお団子、コウさんお断り、ゼータンかわいい、ありがとう。いっちゃん桜餅、カズノシンさん、コカジヤさん、カヤデさん、花びら、ユスリザルさん、ハト、タカシンさん、団子と花びら、カメさん、綺麗、持ち肌さん、団子、ありがとうございます。これあれですよ、広島のお話し会で着てた服、広島のお話し会で着てたやつ、まだ今日着るの2回目とかです。あれ着たよね、私、あれ着なかったっけ、着てたよね。ネロケンさんハート、ミギタピッポさん花びら、テキサスのロンスターさんバラ、中田田さん、しんいちさん花びら、メロンの底さんお団子、カズノシンさん花びらじゃなかった、桜餅ありがとうございます。おでん食べてないよ、買いそびれたんだよ、おでんは食べれておりません。夜ご飯を買って、でホテルの近くで朝ご飯を調達して、お会計してる時におでんがあるの見つけて、おでん見つけてさ、買えなかったよっていうメールを送ったけど、みんな買えてると思ってた、買えなかったです。わわわさんお疲れ、ありがとう。クロさん花びら、ありがとう。しょうさん桜餅、まさかさん、ずーしみさん花びら、ありがとう。まもるさん花びら、ありがとう。そう、最近おでんがどんどん終わってて、終わってしまっています。え、そう、朝から地震あってびっくりしました。皆さんも大丈夫だったかなと思ってた。私は大丈夫だったよ。なんか心配かけてたから、メールのタグで大丈夫って来てたけど、大丈夫だったよ、心配かけました。で、さっきでね、避難場所とかわかんないから、あ、やばいって思ったけど、びっくりした。そうだね、おでん扱ってる店舗、そうね、全然ないですね。で、扱ってた店舗ももう春先になって終わってきてる。悲しい。もうちょっとまぶたがさ、閉じそう、まぶたがもう閉じそうです。こうやって喋るのきゃ、ももちゃんになって喋る。ミッチーお断りです。こんばんは。そうだよ、まだ寒いのに、今日とか本当に風が強くて、そう、風が強すぎました。でもちゃんと今日もアイスは摂取いたしました。1日1アイス計画7日目、達成、本日も無事達成でございます。まだね、
残り3時間半ぐらいあるけど、まあ多分もう出歩かないからこれ以上食べることはないです。あと3日達成したら10日、頑張るぞ。こんばんは。え、朝ごはん用の鍋見ますか？朝ごはん用に鍋買ったの。ボンボボーン、コクうま味噌鍋、これを買いました。こちらを買いまして、値段はちょっと秘密、めっちゃ美味しそうで買ったの。明日の朝ごはん、今日の夜食、今日の夜食はこれです。昨日買ったやつ、冷やしていく。こんばんは。そう、セブンイレブンいい気分の鍋です。初めて見る鍋、広島にはない鍋だったから買いました。スプマンテさんハート、カズヤさんハートありがとう。今日はねいっぱい歩けた。セブン&アイの愛って何か知ってる？愛情の愛なんだろう。セブン&アイの愛は、愛情の愛、あと何、愛、うん、イトーヨーカドーの愛。そうなの、確かにイトーヨーカドーって何の音、びっくり、なんかお湯が沸く音みたいなしてきて、私の目の前にケトルはあるし、私お湯沸かしてないのに。あ、エアコンか、エアコンだ多分、びっくりした。なんかグツグツ、あの沸騰する音みたいなしてて、何かと思ったらエアコンだ、絶対びっくり。サノッチさん花びらありがとう。シンボーさん花びら、ナルシさん団子、バラちゃんハート、クロさんバラ、シンボーさん花びら、しんいちさんハートありがとうございます。こわ、なんかグツグツ言ってた。やっほー、みんな、今日は何にしましたか？あ、でもみんなあれか、私今日土曜日とか日曜日の気分なんだけどさ、普通に木曜日だもんね、平日だもんね、平日だった。みんな一日お疲れ様でございます。怖い目見ました。何それ、建物が飛ばされる夢？夢占いしてみてほしい、気になる。私もね、私さ、昨日か今日か忘れたけど、30万がなくなる夢見たんですよ。30万円を払わなきゃいけないっていう夢を見たの。なんかの弁償かなんか、内容覚えてないんだけど、30万をなくす夢見て、何かに支払う夢見て、めちゃくちゃ落ち込む夢を見ました、この前、昨日か今日だか。ミスターさん歯車、50代独身さん桜餅ありがとう。山猫坊主さん桜餅ありがとう。ハラッシーさんお断りです。何だったんだろう、家賃？そんな高いとこ住めないよ。もう、でも将来はちゃんと壁の厚い家に住みたいです。将来の夢。
壁が厚くて床が冷え冷えしてないお家に住むことです。ねえ、お金を払い夢ってなんかやばそう。何かの予兆かもしれない。シェンさん、花束ありがとう。冷蔵庫が元気です。はい、最近はなんかいい夢あんま見ないですね。あんまり夢見ないかな。なんか面白い見ましたか最近。おもろ夢、変な夢とか。こんばんは。最近パセリが夢に出てこない。最近って何？頻繁に、今まで頻繁に出てたみたいな。勝手に出てる？もしかして。マリオ2さん、花びらありがとう。しゅんちゃん、お断りです。玄関のドア壊れて閉まらなくなる夢。私もちっちゃい頃とか、玄関のドアを閉めようとしても誰かが入ってくる夢とか見てた昔。クロさん、小判ありがとう。ミツさん、マコバヤさん、花びらありがとう。いつも気づいたら朝です。わあ、熟睡いいですね。熟睡、夢見ない方がやっぱいいよね。夢って追われがち、なんか犯人とかから追われがち。白いワニ、なんかいい夢っぽいね。同級生の子に部屋へ笑いながらバズーカ打ち込まれる夢。どんな夢、どの夢見てるの。絶対夢占い検索しても出てこないやつだ。イモケンピさん、花びらありがとうございます。そう、ちょっとお仕事でこっちに残ってます、まだ。そうです。スタメンさん、花びらありがとう。西さん、ハート。和也さん、ハート。スプマテさん、ハート、ありがとうございます。ありがとう。トモさん、花びら。うっかりおんこさん、レインボースター、ありがとう。夜景、いいえ、夜景なんてものはありません。街灯の光、信号の光ぐらいですかね。クロさん、ハート。しんちさん、だるま、ありがとう。ミニストップは行ってない、行けてないです。最近ね、ミニストップのアイス食べてない。もう1年ぐらい食べてない。実はもう最後に食べたのは随分前ですね。食べてないんだ。ミニストップ行っても普通に市販のどこでも買えるやつを買っちゃってます。そう、なんかパリパリ食感とかのやつが好きなので、チョコとかだから、そう、チョコモナカジャンボとジャイアントコーンばっかり食べてる。リコチからリプ見たよ。見ましたよ。もう来た瞬間に見た。通知が来るからね。メンバーのは
あのファンの方からの通知はあのベルマークで見れるんですけど、自分がフォローしてるメンバーとかの通知はあの通知が来るからすぐ見た。もうね、皆さんからの通知まで来たらもう携帯が、ね、充電切れちゃうからみんなからの通知は自分で手動で見てます。リプとかも全部手動です。一人一人のやつ来たらもうザザザザザザってなっちゃうので、メンバーのはすぐチェックできるようになってます。しゅんさんお疲れ、ありがとう。 BD マンさんハートありがとう。そうでもオフにしてるんですよ。通知オフってしてるけど、勝手にフォローしてる人からの通知だけ来るようになってる。でもそうじゃないメンバーもいるらしい。あの気づかない人もいるんだって。リプ送ったよとか言っても、え知らないって言って知らない。なんかその私はねそれができてるけど、なんかよくわかんないです。でもずっとそれだからそのままでやってます。みんなのリプも見てます。定期的に更新して見てます。めっちゃ見てますよ。しんちゃんさん花びら、ともっちさんハート、緑茶さんかわいい、ありがとう。あのね今日は発表が、今日の20時に発表があったんですけれども、広島ホームテレビさんで6年半ぐらい続いていた STU の番組が今月末で終了になることが発表されてしまいました。ストチャレ STU48 っていう主にマイカーメンバーが出演していた番組なんですけど、そう今日の20時にお知らせが出まして、で実はこの前夜さ、あの結構遅めの時間からお仕事の日があったじゃないですか。配信した後この後お仕事行ってきますって日があったじゃないですか。であれがそのショーチャレの今日上がってる写真の日だ、撮った日なんだけど、そうでみんなで予想しててね、マイカーメンバーで沖さんのお別れ会かなとか、いやお疲れ様パーティーじゃないとか言ってね、いろいろ話してたんですよ。で入り口であのスタッフさんとお会いして、あの予定より早くその局に着いちゃったのね、テレビ局に。でそしたらその入り口でスタッフさんと会っちゃって、ああみたいな、早いねみたいな言われて、あそうなんです、早く着いたんですよ、意外と移動時間がみたいな、車が早く着いてみたいな言ってたら、手にケンタッキーのねバケツのケンタッキーをこう袋いっぱい持ってたの、スタッフさんが。だからあパーティーなんだ、でもこれは知らないふりしなきゃいけないやつだとか思って、そうでメイク時間とか待機時間を過ごして、で打ち合わせが始まって、実は番組が終わることになりましたって聞いて、えみたいな、予想もしてなかったし、もうしかもその収録で一切ケンタッキー食べてないし見てもなくて、ただただ勝手に勘違いして勝手に浮かれてて、もうショックなびっくりな出来事があった日だったんですよ。でさ、その収録メンバーがマイカーだったから、あの他のメンバーのメールとかでも多分なんか楽しみな予感みたいな来てたと思うんですけど、実はその瀬戸チャレが終わるっていうことをその日知って、全然もう帰り道みんな結構はぁみたいな、信じられないみたいな感じの気持ちで帰ったんですよ。そうまさかの。でも瀬戸チャレは定期的に公式さんからツイートがあるように視聴率がめちゃくちゃ良かったの。木曜日の深夜にやってるアメトークさんとかと同じ時間帯、アメトークさんの前かなやってる時間とかだから、そうあの辺の時間で視聴率がめちゃくちゃいいっていうのをこう定期的に流れてくるから、ああじゃ
ゃあもうずっと続くんだろうなって信じて疑わなかったので、まさかねこうやって番組が終わるっていうのが本当にびっくりで、いまだにドッキリじゃないかなと思ってるぐらいなんですよ本当にね。そう、東京でも放送があったから、そう遅れ放送というかね、あの時差があって水曜日の深夜に東京でも見れる番組だったので、私親戚が東京にいるから、その親戚にも出演できる時はこうお知らせして見てもらったり、活躍してる場を見てもらえる番組だったし、やっぱファンの方も関東に住んでる方とかいらっしゃるじゃないですか、そういう方にも見てもらえたりだったから。でさ、あの私が初めてスペシャル出たのが去年の秋なんですよそうで、やっともうずっと全然呼ばれなくて、もう出たいです出たいですって、もう出たいんですって言ってても、やっぱりなかなかチャンスがなくて、やっとだやっと1回目やと思って、でバンジーだったから、でそれが岡山のロケだったのね。でも岡山では放送されてないから、あのいつかその瀬戸内7県でも見れるように、こうやって視聴率がさ高ければ他の地域でも見れるようになるだろうなとか勝手に思ってたからさ、まさかその放送自体が番組自体が終わるって本当にびっくりでね。でもまたホームテレビさんで STU の番組をあのさせていただけるようにね、あのなればいいなって思ってます。そうなの、私バンジー界が初登場だったんですよ。でもねミニコーナーとかはあるの、みほりんと食レポに挑戦しようって言ってクレープ屋さん行ったりとか、あとリコチとカープを勉強しよう、カープの実況を勉強しようみたいなので出演したり、あとはドラチャレっていうバスケのね、ドラゴンフライズさんとのドラゴンフライズさんとセトチャレのコラボのドラチャレっていう YouTube 番組もそのセトチャレのスタッフさんでお世話になってたし、で特番お正月特番も去年一昨年にやらせてもらったりとか、そう、まあ、出演番組の出演自体は他のマイカーメンバーと比べると、まあ、圧倒的に少なくて、もういつか出たいっていう気持ちあったけど、それ以外の出番もあっていろいろお世話になってた番組だから本当に寂しいし悲しいのですが、まだ28日の放送があるのでぜひ見てほしいなと思います。広島の方は28日、東京の方は遅れ放送であるかな、どうなんだろう。だって遅れ放送になったらもう4月超えてるから、もしその東京側のテレビ局さんの改編で ない可能性もあるかもしれないから、ちょっと今はまだ分かんないんですけど、もしあったら見てほしいなと思います。写真に写ってる通り卒業生の藤原あずさんも出演してくださってるのでそのネタバレ写真がもうアップされてるんですけど、実はねそうあずささんも出演されてるのでぜひ見てくださいね。本当に寂しいよ。なんかさ、リコちゃんがやっぱりよく出てたから、同期の中ではリコちゃんとかリネタンとかからやっぱバラエティの勉強になるし、私もリアタイできるときはリアタイして録画も毎週してて、ずっとさ普通に一視聴者としても見てた番組だから本当に悲しいけど、またね今はもうクラコンだねクラコン TSS さんでクラコン、もうスチューデンツが終わってそちらでも終わっちゃって、クラコン皆さんクラコン見てください。クラコンね、クラコン続くといいな。そしてまた新しいSTUの番組もできるようにメンバーで頑張っていけたらと思いますので、また嬉しいお知らせができる日を皆さんも待っていてくださると嬉しいです。クラコンは STU48 のクラコンっていう2期生がやってる暗
くだらないことをやる番組です。そういうコンセプトの番組ただただくだらないことをやろうっていう無茶ぶり番組です。広島でやってる番組なので、あんまり見れないよっていう方は TVer とか FOD で見れます。ねえ、本当に寂しい。もうメンバーも卒業のさ、卒業しちゃう寂しさもあるしさ、番組も終わってしまう悲しさもあるし、本当にこの春はいろんな別れの春になってしまいます。うーん、寂しいですね本当に。あの時バンジー飛んどきゃよかったなーってずっと思ってるんですよ。瀬戸チャレが終わるって聞いてから、ああ、私はなんであの時バンジー飛ばなかったんだろうって、いつかまた番組に呼んでもらってリベンジするぞとか甘ったれた考え方をしてた自分なんなんだと思って、本当にねえ、なんで飛ばなかったんだあの時。陣内さん、団子ありがとう。でもあれは閉園時間だったから、あと5分以内か10分以内か止めなかったらもう強制的に終了ですと言われて、もうはぁ、あ、はぁ、あ、でも行かなきゃ、はぁ、あ、無理無理無理ってしてる間にもうタイムアップでした。タイムアップ来ちゃいました。でも3期生が飛んだらしいですね、バンジーね。すごい放送されなかったみたいなね、時間切れ。お疲れ様です。こんばんは。28日みんなよろしくお願いします。6年半の歴史を、やばい、目が閉じてくる。もうずっと今日のショールマンじゃんとか、もう目が本当に閉じて。みんな眠い時どうしてますか？私はとりあえずビンタ、いつもショールームで眠たくなってビンタして。みんなは眠たいなと思って寝るか。でも寝たいけど眠いけど話したいときはどうしたらいいですか？眠いけどまだ寝る気分じゃないよみたいな、うろうろするコーヒー、めっちゃ焦った時のことを思い出す。焦った時はついこの間ホテルのルームキーを部屋に閉じ込めました。焦りました。サコちゃんのお誕生日祝いをみんなでしようってなって、サコちゃんの部屋に行こうみたいになって、で部屋出た瞬間に他のメンバーも出てきて、おーとか言ってたんでガチャってしまって、閉じ込めちゃった。そう、初めてやったよ。今までさ、それやるメンバーを見て、ってそんなことあるって思ったけど、やっちまいました。フロントに行ってすいません、鍵を中に閉じ込めちゃってって言って、鍵をもらいました。セブンティーンのお誕生日をお祝いした時に、この前の渋谷のフェスの時かな、フェス終わりですかね、だからつい先週かなにやっちゃいました。
焦るぜ本当に。みんなに似ておっちょこちょいになってきたわ。推しに似るって言うけどファンに似るんだと思います。うん、きっとそうだよ。みんなを推しに似るし私はファンに似るから、みんなもどんどんおっちょこちょいになって、私もどんどんおっちょこちょいになっちゃって、ね、みんなひげが生えてくんの私何、みんなに似てくるって、あ、そういうことで、そういう意味で、あ、本当じゃあ、毛むくじゃらになっても好きでいてください。で、みんな、そう、アイス食べる量が増えましたってめっちゃ言われる。パセリの、パセリの歯になってからアイス食べる量が増えました。で、この前歯医者に行ったら虫歯が、みたいな。なんかめっちゃ言われます。でも私のせいじゃないです。歯磨きしてください。してると思うけどさ、私のせいじゃないです。虫歯までは。アイスはまだパセリのせいかなと思うけど、ちょっと歯医者案件はもう自己責任でお願いします。すいませんけどごめんけど、だって私は虫歯がないから証明されません。パセリのせいっていう証明はできません。黒さん、桜餅、しんちゃんさん、花びら、ありがとう。そうだよ、大人なんだからみんな。自己管理だよ。そうだよ。いいですか。すべて自己責任。夜食を食べようが、朝むくもうが自己責任です。財布を忘れようが、ルームキーを部屋に閉じ込めようが、しんいちさんアイスありがとうね、よろしくね。個人ファンクラブの一口食べるって動画面白いね超ショート動画です。本当はもっと長かったけど、いやこの顔変顔しすぎてやばいってやつをカットして、後ろに人が映り込んでるとかもカットしなきゃ、あ、カット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 ってしたら超短い動画になっちゃった。見てくれてありがとうございます。今ハウステンボスと宮島に行った動画をずっと編集しててちょっとモザイクが追いつかなくてまだ上げれてないけど、ファンクラブ忘れてるわけじゃないので安心してください空き時間にちょこ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 進めて、少しずつ進んでおります。ちょこ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 。アイスと2万歩セットなら太らないことは証明されてる。そうだよ、言われたの私この前病院の先生に食べ過ぎですアイス食べ過ぎですよって、アイスをたくさん食べちゃうんです、食べ過ぎです、でもたくさん歩いてるって聞いたので、それで今は太ってないけど将来歩けなくなったりもう動くのが嫌になった時に太りますよって言われました。ひえ、だから1日アイス1個生活をしました、してます。今7日目。そう、このアイス1日1個生活始めるきっかけみたいなのがあったんですよ実はね。そう言われたから、じゃあ将来の自分のためにちょっと頑張ってみるかと思って今ね。やっぱさ、そういう我慢とかってさ最初がきついじゃないですか。慣れたらもう当たり前の習慣になってくから最初がきついと思うので、その今それをやっておりますね。とりあえず今月いっぱいやっております。そうなの。でもちゃんと意外と1週間経ったんだなって、守れてるんだなって。
ね、習慣だった。私お酒を飲む習慣がないからさ、禁酒って言われても全然余裕と思う、余裕だよと思うし、ハンバーガー禁止ですって言われても、私ハンバーガーとかパンとか大好きだけど、我慢、自粛期間ぐらいから我慢始めたから、その時が一番きつかったです。やっぱパン禁止、パン禁止って思えば思うほどパンコーナー見に行っちゃうし、だからみんな頑張ってください。何か禁じるものがある人は、禁酒、禁煙、あとは何ですかね、貯金、その出費ね、出費系とかいろいろ、ついお財布の紐が緩んじゃうわって人はちょっと一緒に頑張りましょう。そうなんだよね、ダメって言われたらやりたくなるじゃんね。アイスダメだよって言ったら食べたくなるもんだよ。私意志弱弱です。アイスに関して、食べ物に関して意志弱弱、他は、あとお風呂に入る意志も弱いです。それ以外は結構大丈夫だと思うけど、ちょっと自分のその怠け者具合がちょっと影響してますね。お菓子はやめました。偉い偉いですね。ひろやさんハートありがとう。西さんハートありがとう。意志弱弱。今日は夜ご飯は刺身食べたんですよ。スーパーで刺身買ってきて、でさ、わさびをもらったの。わさびもらったんよね。でもさ、わさびつけるの忘れちゃって、わさびつけて食べなくって、わさびだけ残ってしまった。いや、目の前にずっとわさびがあるの。3キロカロリーらしい、これ1個で。タンパク質 0.04、 脂質 0.13、 炭水化物 0.6、 食塩 0.09 って書いてる。そう、刺身刺身なんか物足りんなと思ったんですよね、本当に。やっちまいました。わさび好きですか？あげましょうか。これは2024年の8月22日まで期限なので、まだいけますよ。そう、わさびカロリーあった。 3キロカロリーだからほぼないに等しいけど、わさびちゃん、今私の手元にあるのはさっき見せたお鍋、明日の朝ごはん用の鍋とバナナです。ちょっとわさびには合わないかもしれません。刺身、今日はね、カツオのたたきブロックと、あとマアジ、マアジかな、多分それを買いました。安かったので、安くなってたから買いました。本当はおでんが食べたかったんですが、刺身になりました。また今度食べます。あ、シシャモ買えばよかったですね。私シシャモが食べたいでずっとやってるのに、ちょっと忘れてました。またシシャモも食べます。おでんも食べる。アジ、わさびお家に常備してない。一時期チューブがあったけど、もうそれがなくなってから買ってないですね。買おうかな、お家用に。わさびちゃん、しゃもしゃもしゃもむしゃもしゃも。アルテミスさんお団子、浜松のあえいちさんハートありがとうございます。コンビニおでんはあんまりない、あるとことないところの差がある。この店ありそうやなってとこは大体あります。うん、レジが広めなとこは大体あるかな。
でも駅とかはあんまないかも。でもね、冬とかしかないよ。夏はないね。私のいつも行ってたとこも終わっちゃった。東京 WR さん、花びら、しんいちさん、花びら、ありがとう。おでんの屋台行きたい。おでん、え、なんかさ、花丸うどんにおでんがあるっていう情報だけは知ってるけど、あれ年中ありますか、花丸うどんのおでんって。おでんが食べたくなったら行けばいいですか、夏でも。夏はないの、あれずっとあるの。4月に終わるの、なくなっちゃうの。じゃあ早く行かなきゃじゃん。そう、花丸うどんにあるって聞いたの結構前にでも忘れてて、ずっと。で、昨日思い出したんですよ。あ、そういえば花丸うどんっておでんあるやんと思って。アーバの三毛猫さん、花びらありがとう。おでん専門店ある、そんな、そんなある、いっぱい。食べなきゃおでん。冬終われません。なんか秋葉原だっけ、秋葉原かどっかにおでん食べ放題あるよみたいな言ってた、ソタロウが言ってた。うん、なんか食べ放題って言ってた気がする。自販機、いや、スーパーのは買うけど自販機はまだないの、買ったことない。スーパーのやつさ、温めるのがちょっとね嫌になってやめちゃいました。一時期めっちゃ買ってたんですよ。冷蔵庫に大量にストックしたの、おでん、黒のおでん。でもね、温めるのがねちょっとなって、やっぱめんどくさがりが出ちゃってね。で、どんどんまぶたが閉じてくるやばい、二重幅がどんどん広くなってくる。二重幅が広くなる代わりに目の幅がどん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 閉じてくる。クロさん、アイスありがとう。眠気覚ましのアイス、こんばんは。ねみねみねみ太郎です。わさび、あ、確かにわさびツーンってしたら目覚めるかもね。ビューさん、お断りです。お断りです。ガモーさん、花びら、しんいちさん、ファイト、ありがとう。わさび食べたかったな。なんで私はつけ忘れたんだろう。じゃん、本わさび、本わさびちゃん、わさび、わさび、眠くなったももちゃんの得意技をします。立世ももかになることで眠気を覚まします。レストさん、ハートありがとう。エジリン、花びら、ありがとう。ももちゃんのあれ大好き。カッパ巻きさん、ラブレターありがとう。昨日の夢の中、ゆきりかがその目してた。最悪。夢の中で勝手にこの目させられてるの、ゆきりか。かわいそうに。まぶたが。みんなは何時に寝るんですか、今日は。私は
お風呂頑張らんと今日も。なんで毎日お風呂があるんですか。誰か早く開発してください。通り抜けるだけでお風呂が済ませられるトンネルみたいな、プールのシャワーみたいなやつ、車の洗車みたいな、洗車機みたいなやつ、誰か開発してください。痛そうだね。でも車のやつ、うーって。ロデムさん、ハートありがとう。カズノシンさん、ラベタ、シオクマさん、お団子ありがとう。おいしょ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 。ケンボウさん、ハートありがとう。早く寝るの？今って何時なの？あ、9時16分だって。じゃあ犯人になったらパスも配信終わろう。配信終わって終わろう。女子って古すぎなんじゃないの？そうなの？でも世間一般の女子ってマカロンが好きでしょみたいなのは大体外れちゃう。だから女子は本当はお風呂好きじゃないかもしれない。ね、女子は大体あれが好きでしょうわ。まあ、そうでもなかったりするわな。例えばなんだろうね。甘いもの、生クリーム好きでしょ。あ、静香ちゃん、源静香、静香ちゃんちはセキュリティをしっかりしましょう。のび太が風呂に入ってくるのは危ないので、もっとセキュリティを頑丈にすべきです。静香さんは メビウスさん、スプマンテさん、ハートありがとう。しんちゃんさん、花びら、ジロくん、ハートありがとう。かずやさん、ハートありがとう。どこでもドア、本当にどこでもドアがあったらもうこの世大変なことになるね。そういうさ、新幹線とか飛行機とかがもういらなくなっちゃうじゃないですか、ね、だからどこでもドアはできない方が平和かもしれません。深いホエールさん、ハートありがとう。トシさん、花びらありがとう。確かに私が配信中にさ、配信中にどこでもドアで急に後ろとかに人が集まってきたらちょっと気まずいもんね。うん、やだね。ちょっと困っちゃうね。でも完成、もしさ、なんかそういう未来の技術が発達して本当にどこでもドアとかができたとしても超高級そう、超高そうだし、最初の方は失敗して全然違うとことか連れてかれそうで、そういうの悪用した人はとんでもない、もうアマゾンの奥地とかに飛ばされそう。バチが当たっちゃう。ジロくん、お断りです。マルさん、花びら、ヨシヒロさん、綺麗ありがとう。ランダム怖ランダム怖い。ちょっとランダムは怖いです。恐ろしいやん、やだね、怖いな。間違ってパの家に来ちゃった。お茶目か。うっかりさんどころじゃないもんね、もう犯罪者になっちゃう一気に。ついつい313、ハートありがとう。未来に行きたいの？未来見るの怖くないですか？だってさ、未来に行って帰ってきたらその未来
もし未来が明るかったらいいけど、なんかもし自分の見たくない未来見ちゃった場合やばいって思いながら生きなきゃじゃないですか。まあ、未来は変えられるかもしれないけど。ねえスリッパ、そうなの。私さっきまで、そう、ソタロウのお部屋に、ホテルのお部屋にお邪魔したんだけど、スリッパで帰ってきちゃったの。靴、自分の靴忘れてきちゃった。バレてた。いや、バレてないかなって思ったよね。配信終わってから会社に行けばいいか。え？私ずっと充電してるのに充電がありませんって言われたんだけど。私の部屋電気通ってる？ちょっと。私ずっと充電してたけどな。えい。大丈夫だった。残り 19% でした。残り 19% の充電。ブーツ忘れてきた。人の部屋に。はあ、スリッパね、返しに行きました。ちゃんとあれです、ホテルの部屋のスリッパです。ホテルの部屋のスリッパを、え、違うんですよ。昨日まで、昨日も行ってて、昨日とかスリッパで行ったの部屋に。だから今日もスリッパで行ったと思って、スリッパで帰ってきたら今日はブーツで行ったんだったと思って、間違っちゃった、間違っておりました。ショールーム中ね、画面横にしてるから時計も見えないし、充電もねできてるか分かんないんですよ。だからいつも 20% 切ったら配信が止まって、残り 20% ですみたいな表示がされて気づく。私充電できてないじゃんって気づく。そこまでしないとこまでいかんと気づかん。そうなの。今見えてるのはコメントとギフトと、あと私の名前と、あと星のマークの数字のやつですね。あとみんなのアバターがこうやって揺れてるの見てます。そうなの。だからいつもね時計とか聞くの。でも今日はホテルだから、あのちゃんと時間の合ってる時計があります。アシーさん花びら、ソイカラさん花びら、ジロ君小判、カズノシンさんハートありがとう。見えてはいけないものは見えてませんか？なんかいますか？この後ろの壁に顔が浮かび上がるとかですか？もしかして嘘、浮かび上がってますか？もしかして。キャー怖い。バラちゃん花びらありがとう。お化け、お化けとか可愛く言ったけど、化け物だよ化け物。うーん、緑茶さん尊いありがとう。電池節約モードにしたらアバター言えない。何それ。私あれですか、黄色いマークのやつ、あ、ショールームの設定のやつ。そしたらさ、あれが表示されない、あの何、アバターのなんか花びらとかおひなさまみたいなやつが出てこないくなるやつ、多分同じ設定。カズさんハートありがとう。ショールの設定か。あ、ギフトが別なんだ。じゃあ設定しようかな。みんないつも揺れてくれてさ、みんないつも揺れてるから疲れちゃうじゃんね。体力連動してるからさ、現実とこういうのってきっとみんな多分こうやって一緒に揺れてくれてるはずだから、
私がオフにしないとみんな疲れちゃう。マセリー早く止めてよって言ってる。みんなの声が聞こえてくる。あでもあなんか右から揺れてる人もいれば左から揺れてる人もいて、ちょっと一体感同時に右に揺れてよみんな。なんでみんなそんなあちこち勝手に揺れるんですか。わあ揺れてる、あー揺れてる、わあたくさんの方が見てくださってる、ありがとうみんな見えてるよ。ちなみに私のアバターも揺れてます。私のアバターのペネロペも揺れてるわ。あ自由に揺れてんの。そっか個性は大事にしていかないとだもんね。こんばんは。最近毎日さ配信の終わり際になったらさ変なコメントが来るねえ、そう靴の話さっきしました。ちゃんと気づいてるから後で取り替えに行きます。靴はありがとう。そうああルームキー、ああルームキー忘れそこは忘れないようにします。確かに靴を取り替えに行くのにルームキー忘れたら終わりや。ああトレードしないといけないの、スリッパとブーツで。ちゃんと帰ってくるかな、レート合うかな。ミキヤくん、花びら、キョンシュさん、桜餅ありがとう。ルームキー、まぶたがまぶた閉じてこないで。指差し確認、じゃあ配信終わったら配信が本当に切れているかチェック、そしてルームキーをしっかり持つ、そしてスリッパを取り替えに行く。この3つでいいですか。指差し確認、もっといる。お風呂の準備はちゃんと済ませる、速攻でお風呂に入る、明日の朝の起きる時間にアラームをかけるです。大城さんハートありがとう。あ充電をする。え充電しないとさ結構いるじゃん、充電が切れててアラームが鳴らなかったみたいな。それ一番怖いからちゃんと充電してから寝ます。さゆっちょさんお団子ありがとう。よしかずさんお団子ありがとう。充電28分、え終わる時間だ。昨日ありがとう、こちらこそありがとう。また次のアルバムのイベントがまだわからないけど、アルバムでイベントがあったらまたその時か、また次のシングルか公演か何かしらでまた会いましょう。忘れっぽいもちさんお団子、 A ちゃん花びらありがとう。みんな見てくれてありがとうございました。それでは終わりたいと思います。では壇上タイム。13位、福ちゃん。12位、陣雷さん。11位、アルテミスさん。10位、ワウワウさん。9位、カメさん。8位、トニさん。7位、シュンさん。6位、しんちゃんさん。5位、しんいちさん。4位、かずのしんさん。3位、50代独身さん。
2ヨシヒロさん、1いっちゃん、ありがとうございます。なんか目がさしょぼしょぼする。みんなみんないっぱい寝てください。他のメンバーのルームを覗かずにそのままアプリを閉じて寝てください。今日も見てくれてありがとうございました。他のアイツルさんのルームに行って推しを増やさないようにもう寝てください。それじゃあまた明日会いましょう。おやすみなさい。またね。